おはようございます。おはよう。お疲れ様です。まず昨日取り乱してすいませんでした。僕自身余裕がなくて、いろいろと人生とかね、それに、配信に影響を出ちゃったって感じで、まあ本タイトル言わずに配信を切ってしまって申し訳なかったです。ごめんなさい。僕はもう、今日から変わります。今まで俺はちょっとどうかしてたと思うし、ちょっと怒りっぽかった。だからもう正常な田崎としてやっていくんで、悪口コメントとか、まあそういったアンチコメント、まあいろいろあると思うんだけど、そういうのも気にせずに楽しく配信やっていこうと思います。だから昨日、まあ、不愉快になるような放送してごめんなさい。本当に申し訳なかったです。だから、これからも仲良くねしてってほしいなって気持ちです。本当すいません。本当は今日炎上ニュース休もうかなと思ってた。だけれどやっぱり待っている方がいる、楽しみにしている方がいる、見てくれている方がいる、そういうのが頭の中にあったんでやりました。なのでまあ目の前にあるものがさ見えて、それで八つ当たりするなんていうのはもうやめます。本当に昨日は不愉快にさせてすいません。謝ります。ごめんなさい。リスナーさん本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。許してください。ごめんなさい。富士山登らなかったり、まあ登ったんだけどリタイアしたり、ちょっと全てが中途半端なことが続きすぎて、リスナーさんの信用がないみたいな感じになっていると思うんだけれど、リスナーさんの信用を取り戻せるように頑張りたいと思う。だから本当にごめんなさい。うまく、立ち回りたいと思ってます。はい。で裏、まあそのちょっとね裏切るつもりはないんですけど、昨日ポーカー大会に行ってきました。ポーカー大会ではっきり言います、3万円使いました。嘘はもうつきたくないので、いくら使ったのか正直に言います。正確な32,000円。せいさんに102万円借りていて、ゼロワンや養分、そして花屋にもお金を借りている状態でポーカー大会に行きました。で、舐めてるのかという質問があると思うんだけれど、舐めてません。まあすごくでかい大会ではないんだけれど、まあでも200人ぐらい300人ぐらい来るような大会で、そのベイビーウルフっていうね大会があるわけよ。まあウルフっていうポーカー大会があって、でその、トーナメントにベイビーウルフってなるんだけれど、それに参加しました。1回飛んだんですよ。で2回目エントリーした。16,000円かかるんだけれど、はい。で D1 と D2 があって、予選が通過かしないかって話なんですけれど、田崎予選通過しました。ありがとうございます。すいません
見えるかな、でかいの。これね、公式に写真を撮って、まあネットに出すやつなんだけれど、まあプライベートのことなんですが、ちょっとわからない方のために、まあ自慢話じゃないんですけれどね。ここにいます。はい。ワンピースの服を着た田崎です。で、田崎、まあ、ウルフの予選突破しました。ありがとうございます。はい。で、チップはどれぐらいだったのっていうね、気になる方いると思うんですけど、田崎1位です。すいません。なので、まあ、予選 D1、突破したので D2 ね、頑張りたいと思います。田崎1位取ったんで、次は、D2 の大会になります。110万円が賞金として出ます。はい。なので、このまま行くと110万円ゲットです。僕はね、この110万円をゲットして、せいじさんに返したいと思ってる。はい。いけるわけないだろうと思ってる方、チップを見てください。42万7000チップです。これはね、非常にね、すごいことですよ。で、なんでこんなに、ね、取ってるのかっていうと、相手はね、ジャックス持ってて、で、隣はストレート持ってたんだよ。で、ジャックスっていうね、JJ のね、ワンペアカードでオールインしてきたんだよ。で、俺ね、フラッシュ目があったのね、フロップで。エースって、ええと思ってても、エース持ってるから、フラッシュ最強薬。でもまだハートがあと1枚出ないとダメだったんで、フラッシュドローで。で、俺はそれにコールした。15万点をね、15万点の、チップにコールした。自分も15万点ぐらいしかなかったけど。で、隣も15万点あったんだよ。で、ストレートできてたんだよ、ナッツで。で、その人もコールしたんだよ。で、結局どうなったか。フラッシュ引いたんだよね。まあ、そんな話でした。はい。まあ、ちょっと、ですけど、知ってる方はね、まあ、そういうことなんで。とりあえず110万の賞金に今手が届いている田崎、現在ポーカー大会で1位取っております。予選通過です。はい、ありがとうございます。なのでせいさんにね、ドンと構えててくれと言っといてくれ。うん、一撃で100万返すって伝えといてほしい。むしろ110万ごとあげてもいいしね。うん、言っといてほしいってことですね。はい。じゃあ、まあいろいろと反省している田崎です。本当昨日はすいませんでした。いろいろ八つ当たりしちゃって、今いるリスナーを大事にしたいと思うんで、まあ今日はニュースてんこ盛りなんでね、多分、放送時間3時間ぐらいになります。長い付き合いになると思いますが、お願いします。ではやっていきます。おはようございます。ふわっちニュースキャスターのほまりです。この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です。昨日何があったのかな、昨日何が起きたの、それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントやめてください。古いです、昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。
間違った情報より正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので、ディアティガスふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。じゃあまず早速一つ目のニュースから。女性の皆さん、自分の身は自分で守らないと本当にひどい目に遭いますよ。本当に気をつけてください。こんな事件があったそうです。あ、もう一回出ちゃったんですけど、あのポーカー大会現在私1位でございます。まあ人数参加は、70名で、これね、D1 が2回に分けられるんで、約160人ぐらい集まる大会ですね。その160人の1位ですね。160人中の1位だと、はい、いうことです。今回の賞金は110万円だね。だからこれ優勝したら、誠司さんに100万円返せるんだよ。誠司さんに、泥船じゃなくてね、もう、大船乗ったつもりでいてくれって伝えてほしい。うん。何がすごいの？まあ、要するにポーカーで一番強いってことだよ。はい。リスナーが離れている？リスナーさんが離れようがどうでもいいよ。ね。俺は、今いるリスナーさんを大事にするから。どうでもいいです。離れようがなんだろうが。じゃあ、行きますね。まず一つ目のニュースから、こんな事件があったそうです。今日のふわっち非公式セカンドさんリポストから、卑劣、暑いから飲みな。客の女性に睡眠薬を飲ませ、暴行か。エアコン修理業の男は逮捕。男はエアコンの修理のために女性の部屋を訪れ、用意した睡眠薬入りの飲み物を手渡し、女性が意識を失っている間に犯行を及んだという。調べに対し知りませんと容疑を否認しているということです。死刑でいいと思います。いやー怖いね。だから見知らぬ人間から飲み物とか食べ物もらっても食べるなってことですよ。本当に。だからこの女の子は多分いい子だったんだろうね。だからその出されたものに対して飲んじゃったんだろう。俺ね、リスナーさんからさ、手渡しでさ、肉まんとか渡されたことあるんだよ。買ってきたっつって。で、俺さ、食べたんだけどさ、今思うと非常に危険なことをしてるなって感じてる。だってさ、これだけさ、叩いてるんだよ。じゃあ、その肉まんにうんこつけててもおかしくないよね。毒入れてたりとか。ね、睡眠薬入れてたりとか。そう考えると今ゾッとしてます。全然あるよね。だから今後俺に食べ物とか飲み物を持ってくる際は、まず一口食って飲んで、それでは渡してください、目の前で。そしたら僕も食べます。はい、そこら辺お願いします。手作り？まあでも、まあ要するにこれレイプね。うん。で、これレイプする男の心理がわからないよね。気色悪いよな、こいつ。マジ顔面ぶっ潰したいわ、俺。こいつボコボコにしたいと思ってる。女の子は、か弱い女の子だからさ、それに対して手を出すって、やばすぎ。ほんとボコボコにしたい。ね。やってやりたいよね。これがさ、女の子、彼氏とかいたら、彼氏はもうやるせないよ。マジで。俺、佐藤さちゃんがレイプされたら、俺、そいつ、はっきり言うけどさ、はっきり言うけれど、マジで、予算じゃないけど、ここっすよね。うん。絶対に。どうするの？ここすんだよ。ここっすね。まあ、ありえないよね。まあ、本人はね、否認してるらしいけど、もう容疑を認めろよ。この、変態ピンクマンが。おい！お前は一生牢獄生活じゃ、この野郎。
じゃあ次のニュースいきます。今日は3時間スペシャルなんでね、皆さん。よかったら聞いてってくださいね。次のニュースが、あ、これはびっくりしました。はい。なんと、強盗事件ですね。いやー、これは怖いね。最近、ちょっと危ないことだらけだね。ちょっと待ってね。タトゥーが見えちゃうな。これくらいだったら大丈夫か。顔面タトゥーは大丈夫か。殺すくらい何箇所も刺してやることやれ。宅配業者を装った少年ら強盗指示し、ロレックスを奪った疑いで20歳の男が逮捕。てかさ、なんか装ってさ、強盗やレイプする人多くね？怖いよね、これ、普通に。宅配業者を装った少年ら強盗を指示し、高級腕時計、ロレックスなどを奪った強盗致傷などの疑いで20歳の男が逮捕されました。米重智樹、智也容疑者。20歳は1月、実行役の少年らに東京新宿の、マンションに強盗に入るように指示し、住民男性の手を刃物で切りつけ、怪我をさせ、ロレックスなど腕時計4本を奪った疑いが持たれてますと。エアコン業者とか、なんか宅配業者とか装って、強盗とかレイプが起きてるわ。だから、アマゾンですって言われても、絶対にチェーンをかけたままの状態にしてください。で、チェーンをかけた状態で荷物は、玄関の前に置いてくださいって言った方がいいかもしれない。それが一番安全だね。うん。だからそういうことしてくださいね、皆さん。あ、ウーバーもあるか。あ、俺ちょっと思い出したんだけど、昨日ね、ポーカー終わって帰ってたんで、そしたら、女性の方に声かけられた。タクシーのうんちゃん女性。ちょっと、お姉さん的な、まあ、なんて言うんだろう、まあおばちゃんなのかな、うん、で家まで送ってもらって最後に配信見てますって言われたんだよ。まあ別にその人を疑ってるわけでもないし、その人のことを悪く言うつもりはないんだけれど、あ、いるもんはいるんだなって。世の中やっぱ俺人気者だし、で見てる人は見てるんだなってちょっと実感したっていうか、そう思ったね。いや本当にタクシー乗ってて、女性の方が運転しててね、で家まで送ってもらったんだよ。そしたら、配信見てますよ、うふふって笑われた。あ、え、あ、はいって言ったんだけれど、だからそこら辺も、だからやっぱり家、まあ、特定されないと思うけれどね。いや、妄想じゃなくてマジでそんな話されたから、まあまあ引っ越すから別にバレてもいいんだけどさ、うん、でもドキッとしたね。はい、まずどうでもいい話ですね。もうお前田崎ブロッキリってうざいからね。もうね、そういうね、もうコメントはもう本当に許せない。田崎いくらなんでもお前が古くからいるからつっても、やってはいけないことがあるよね。境界線っていうのがあるんだよ。本当に。NG ぶち込んでいいもん、本当に。バレていいって言ったら言われるのも、別にバレてもいいかもしんないけど、言われるの嫌だから。お前家言われたら嫌だろ。嫌なことするなよ。いや、ブロッキリはこいつカスだから。いらねえよ、このゴミ。おたさきみんな、二度と来んなよ、お前。いや、もう入れた。貸したから。いりません。かわいそう？住所の、ね、ことを言うやつがやばいだろ、お前。いらねえよ、そんなやつ。二度と来んな、俺の悪に。邪魔だよ、お前。じゃあ、次のニュースいきます。はい。悪乗りしすぎね。反省するまで解除しない。
次が事案ですね。こんな変態事件があったそうです。解除してあげてするわけないだろう、住所言われてイラつくんだよ。なんとですね、なんでこんなことするんだろうね。住所なんか言ってた？住所のね部分の周り付近のこと言ってるんだよ。難波南ってね。ムカつくんだよそれが。言うなっつってんだよ。地名言っていいの？ダメに決まってんだろお前。その地名からこの家の間取り図でバレるかもしんないじゃん。スルーすればいいのに。いやもうね、田崎がずっと言うんだ毎日ね、南波南も南波南って。理解できないよね。本当にブロック囲いなのに、当たり前ブロックするに決まってんだろお前。俺だってやだよ普通に。自分が住所言われてやだろ。じゃあ行きます。ライブドアニュースさんから事案。校長先生に言って1年生全員休みにしてあげた。男が女子中学生に声かけ。13日福岡市の路上で、登校中の女子中学生が見知らぬ男から、校長先生に言って1年生全員休みにしてあげた、今日休みになったから帰って昼寝しようなどと声をかけられたという。別にこれぐらいいいだろう。全然声かけぐらい。これ何がダメなの。1年生全員休みしてあげた、今日休みになったから帰って昼寝しようなどと声をかけた。だから普通に優しいおっちゃんだよね。まあ、学校休みじゃないけど学校休みだよって嘘ついてね、女の子に対して昼寝しようって言ったんでしょ。優しくない？何がダメなのかわからないね。あ、一緒に寝ようってこと？気持ち悪いね、こいつ。このおっさん。想像ができるわ、汚いおっさんだって。一緒に昼寝ってこと？これ。気持ち悪いわ、こいつ。もう捕まってほしいね、早く。死刑までとは言わないけど、捕まってほしい。こんなやつは。もう二度と、ね、いりません。それ以前の問題かと？理解力？いや、普通に学校休みになって、だから帰ってお昼寝しようって言っただけでしょこれ普通って思ったんだけど、一緒にお昼寝しようって意味なのこれ。どっちでも捉えられるよね。どっちなのこれ。あ、昼寝しようっていうのは一緒に寝ようってことなんかな。じゃあ次のニュースいきます。はい。あ、次はこれびっくりしました。これエンタメニュースですね。なんとですね、ライブドアニュースさんから謝罪。加藤純一、本郷愛との野球観戦を認める。不倫疑惑に妻も登場。加藤は本郷愛を自ら野球観戦に誘ったと告白。可愛い女の子と野球が見たかったとするも、本当に性行為はしてないですと否定した。加藤の妻は白に近いグレーだと思いますと語ったということらしいです。昨日、ツイッチの方で加藤純一さんが裁判放送をしたんですよ。はい。で、裁判放送をして、その内容に関してね、喋っていたんですけれど、まあ、
コレコレさんたちとかに詰められていたり、あとはまあいろんな方々がね、まあ詰めてたというより、まあ擁護寄りの、まあ、記者会見みたいな配信をやっていました。で結果的にどうなったかっていうと、ハワイの方で実は、不倫していた、浮気をしていたことが判明したと。だから、まあ本郷愛さんとは、野球観戦でロサンゼルスの方でね一緒に行って、それ以降は何もないっていうふうにね語っていて、ただハワイの方では浮気したことを認めた形になりました。はい。でまあいろいろと加藤純一さんのまあ放送を見ていた視聴者や配信者たちの反応としては、ダサすぎるということで、なんと株が下がることになったと。はい。株が下がっちゃったらしいです。加藤純一さんが。30万人の前で奥さんに、まあいろいろ喋らしたんだけれど、奥さんを盾にしているように見えるような配信をしていたと。はい。もう、うんって言わすしかないような状況を作っていたということで、多数のね、批判が上がっています。まあ、それによって、まあ、加藤純一さんが炎上してるっていうことですね。だから、純がダサすぎるっていうふうにね、叩かれてたね。これこれさんは8万人見てたらすごいね。なぜこんな炎上するかっていうと、不倫や浮気は気持ち悪いって叫んでた男なんだよ。その反動だろうね。枠自体は荒れてなかったんだけどね。その枠を見ていて、その近況としてツイッターで、つぶやいてるって感じかな。加藤純一って調べたら、つぶやきがすごい炎上してるね。加藤純一さんの不倫や不倫疑惑、裁判を見た、人たちがツイートしてて、それがなんか純一の放送を見ていたけれど、あれを許されるならちょっとダメだなみたいなね、簡単に言うとね、それがバズってたりとかしてて、まあ本当炎上したって感じですね。ちょっと本郷愛で抜いてくる。本郷愛ちゃんとは一応待ち合わせしてたらしいね。はい。奥さんには事前に伝えてたらしいけれど、でその後にホテル行ったのがどうなのかって話だけど、行ってないらしいよ。で、奥さんはそれをまあ信じてるって形だね。まあでも奥さんの立場からすると、加藤純一というね、金をめちゃくちゃ生むね、製造機なわけじゃん。で、いい生活もさせてもらってるわけでしょ。まあ浮気しててもさ、別れられないよね。やっぱり。その生活の部分もあるしね。難しいところですよ。ね。だから奥さんがうんってしか言いようがないって形らしいよ。金目当てみたいなこと言うの、あ、ごめんなさい。でも、やっぱり好きだからっていうのもあるかもね。じゃあね、俺が言いたいことはさ、加藤純一さんの、俺加藤純一好きなんだよ。よく見てるんだけどさ。まあもともとクズなの知ってるよ。ねえ。ただ、奥さんを盾にしているような放送に見えた。だから笑える放送になるのかなと思ったんだけど、なんか笑えなくなっちゃった奥さん見て。っていうのが率直な感想だね。見ていた人だったらわかると思うけれど。だからまあちょっとまあ残念だったなって気持ちです。で、加藤純一の囲いは気持ち悪いって言われてたね。痛いなっていう感じで言われてた。だからそれもちょっとショックだったね。加藤純一ね、リスナーとして痛いなって言われて、まあ、リスナーって感じなんだけれど、それはちょっと、まあ、痛かったかなっていう。何を求めてるの？いや、求めるも何もないんだよ。別にさ、浮気しようが不倫しようが、俺はいいと思うんだよね。むしろ加藤純一は箔がつくと思うしね。見てる視聴者が男性なんだから。
ただ放送の仕方は間違っている放送したなと思ってるよ、うん、正直ね。だからもっと叩かれない放送できたんじゃないかなっていう、もうその見ている目線で思ったこと、それだけですね。箔がつく。だからまあ加藤純一ってさ、スーパーネットアイドルじゃん。でまあクズでもあるし、ある程度許される許容範囲でしょ。じゃあ、浮気や不倫は男のロマンじゃん。それを加藤純一がやり遂げた。箔がつくよね、男性からすると。純一よくぞやったって思う人いると思うよ。それを気持ち悪いって言ってるのはやっぱ女性とかだけれど、加藤純一面白いよ。ゲーム配信とかよく見るけどね、あんな面白いゲーム配信者いないよ。俺ゲーム配信者は一番すっげえ強いか、もう一番上の配信者だと思ってるよ。ゲーム配信者で綱集めてると一番上だよ、マジで。ね。雑談と、ね、そのゲームの会話の部分で面白いっていうのを植え付けるわけでしょ。それがすごいよね。できることじゃないよ。他もできる？うん。キヨさん大人気だよね、普通に。こいつやばいな。え、ゲーム配信者で一番上なのは加藤純一でしょ？トップに君臨する。生放送で。うん。木工さんなの？閲覧多いのは加藤純一さんでしょ？閲覧主義者だから。閲覧がある人ほど人気なんじゃないの。だから加藤純一が枠をやれば閲覧がパッてくるわけでしょ。それに対抗できる閲覧数持ってる人いないでしょね。まあそういうことでね、まあ浮気や不倫はしないように、わかりましたか。男のロマンかもしれませんが、一人の女を愛せないようじゃね、ダメです。愛してください。はい、じゃあそういうことでね、ここから本筋ふわっち大炎上ニュースやっていきます。いきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。3時間スペシャルです。皆さんナイス、よろしくお願いします。はい、じゃあまず一つ目のニュースから、なんとこれはびっくりこいた。はい、なんとですね、昨日ふわっちの麻雀大会がありまして、はい、僕が好きなね、伊達有沙さんや佐々木選手が、解説枠として回っていました。すいません、佐々木文人さんの写真は撮っていなかったんですけれど、これね。嬉しかったら、昨日ね、麻雀大会っつってね、配信者が集まって大会で戦ったんだよ。で、優勝者はゆうとくんっていう方が優勝しました。賞金20万だね。はい。で、この伊達有沙ちゃん、麻雀界のアイドルですね。かわいい子ちゃん。ひさとか、すいません。魔王ひさとでした。めちゃくちゃ面白かった。だからゆうとくんが強かったのが草なんだけど、俺イキリスとか天然さんが勝つと思った。まあ、よっさんは論外。まあ、勝てると思ったけれど、よっさんも。よっさんは運麻雀なんだよ。ただ、イキリスと天然さんは本当うまいんだよね。だからどっちが勝つと思ったらゆうとくんが勝ったからさ、俺ゆうとくんで一回打ってみたいわ。ね、命がけの麻雀を。っていう大会でした。で、賞金20万と。俺めっちゃ思ったのが、この大会出てたら絶対俺優勝できたなと思ってる。間違いなく優勝できた。だから、次麻雀の大会があるね、やつがあったらすぐ出ます。もう一回第2回開いてください。なんで出なかったの？なんで出れない？いや、俺違うやつ。
ージャン大会なんて聞かされてなかった。マージャンのなんか、パーティーみたいな。マージャン打ちながらパーティーするみたいな感じだと思ってたんだよ。だから違うジャンルの方出ちゃったね。ミスっただから、カテゴリーを。あ、ペコちゃん、そう、ペコちゃんも強かったね。おー。ペコちゃん顔出ししてた、ちなみに。10万ゲットしてたよ、ペコちゃん。強かった、ペコちゃんね。あ、可愛かった？あ、そうなんだ。みんなパルが出ると思ってたイベント？あ、養分ポーカーしてたね。楽しくね。だからあのギャンブルをなぜ出なかったのかマジで謎だわ、俺。マジもったいないわ。くっそむ、むかつくわ。はい。じゃあ次のニュースいきます。次が、うわーすごいね、これ。夢がある。なんとですね、さっきコメント欄にもいたんですけど、カラカーナくんが、デイリーランキング1位を獲得しました。おめでとう。カナカーナくんっていうのはね、まあちょっと言い方悪いけど障害者なんだよ。で、その障害者なんだけれど、その仕事ができなくて単純作業しかできないんだよね。だから障害者用の職業場で働いてて、なんかもう本当時給が300円とか250円とかそういう世界で働いてるんだよ。あってるよね。で、ふわっちの方で、まあ、配信やってるんですけど、まあ、なかなか目が出なかったらしいんですが、なんとね、昨日ね、1日ですよ、1日で89万ね、9293円を稼いだということです。そうでしょ、かなかなくんすごいね。これなんだよね。これ。これがふわっちドリームだよ。ね。お前らさ、一日で80万稼いだことある？ないだろ？これなんだよ。やり続けて、ようやく実ることがあるんだって。はい。だから皆さんもね、お金がなくて生活困窮だって方は、ふわっちを開いて、配信をずっとやり続けてください。それがあなたにとって最善の策だと思います。犯罪とか、犯罪を考えるなら、ふわっちの方でアクティブに放送してほしい。それがあなたのために、ためになる配信です。ちなみに、佐藤さちゃんも今ね、シンデレラっていうイベントに出てるんだよ。うん、俺より稼いでたわ。だから、オワコンは俺です。彼女にも負けて、さかなかんなくんにも負ける。もう、立つ顔がないね。あ、親分ありがとう。嬉しい。もう、立つ顔がないです。はい。だからもう、ポーカー大会で優勝して、みんなにギャフンとね、言わせたいです。無能なデブ？言い方気をつけろよ、お前。じゃあ次行きますね。次が、あ、これびっくりしました。ゆうのくん、カズーさんとの話で、ようやく落ち着く。なんと、ゆうのくんとカズーさんがね、まあ、いろいろと揉めているんですよ。まあ、ゆいがさんの名誉毀損についてね。はい。で、その、名誉毀損について、やりとりしてて、今、警察の出頭とかあったんですが、まあ、直接本人とやりとりした結果、ありました。大々的に SNS の方で謝罪をするという形になりました。これかな。
カズー氏の名誉毀損について全面的に謝罪いたしました。警察より身元のしっかりした人物であることを伺いました。その後おしこりを受けるかと思いましたが、優しく SNS で訂正でいいとのこと、なんとかお願いして楽しい配信企画をして投げ銭30万以上、それを示談金として受け取っていただけることになりましたということらしいです。だから示談金30万となりましたね。はい、30万。この30万の部分に関して、まあ、ゆうのくんが支払った形です。おしこり、お叱りです。じゃあゆうのくんに電話してみるね。ちょっとなんだこれ急に、ちょっと待ってね。あのスーパーナイスくんから連絡来てるわ。待ってね、その前にね、ゆうのくんね、スーパーナイスくんで今電話できないんだよな。後でちょっと電話するか。ね、出るかなこれ。トリートメント中これ。じゃあそういうことでね、まあなりましたんで、まあ和解ですね。お疲れ様です。はい、まあ謝罪枠もしました。ツイキャスでカズーさん申し訳ありませんと、全面謝罪ということを謝罪しました。はい、じゃあ次のニュースいきます。次がこの方ですね。キャリーちゃんですね。なんとキャリーちゃんが大暴れしました。すごいね。まあ、いろいろと炎上して閲覧4000人超え。もうほんとキャリーちゃんの時代になりました。どうぞありがとう！ありがとうございます。まあ、昨日泣いてたりとかしてたんだよ。まあ、一連の流れとして、まあ、キャリーちゃん、まゆちゃんがなんか32万のお金を借りて、借金を返済するために借りて、まあ、返済したそうですね、これね。キャリーちゃんに貸しました。返済期日は11月の30日ですと。ここに記録残しますと。まゆに32万円必ず返しますと。返済期日、2024年11月の30日。月々最低10万をお渡ししますという形になったと。福森先って書いてます。はい。まゆちゃんにね。借りたそうですね。優しいね、まゆちゃんね。なんかね、キャリーちゃんと俺似ててさ、キャリーちゃんがまゆちゃんに借りるってことは、俺で言うゼロワンに借りるみたいなもんだよね。デブってほんと信用ならないよね。ほんとすいません。はい。デブは申し訳ない。ね、そうなるよね。なんでデブって借金しちゃうんだろうね。ほんとダメだね、デブは。自分に自堕落だから。デブは甘いわ、ほんとに。で、その後に、イキリストのツイッター見たんだけれど、なんか、よくしてくれたリスナーさんに対して、暴言を吐くような LINE を送ったそうです。キャリーちゃん、どうしたの？人が変わったの？ね、頭いかれちゃったかな？これか。大阪の方でキャリーちゃんの荷物を預かっている女性のリスナーさんなんですけれど、私、あんたの荷物預かってあげて、もう、肥やしなんだよな。あさって大阪いるから、あさって取りに来て、マジ無理だから、そんなことまで言われて、まで、アホらしいわ、おつ、って
返したそうですね、 LINE を。はい、これね、そしたらキャリーちゃんがこんな LINE 送ったらしいです。捏造じゃなきゃね、小吉だろ、手のひら返しババア、だって明後日業者に頼んどくわ、そんななら最初からすり寄ってくんなよ、きしょいって送ったそうです。これ本当のギャリーちゃん、これ本当だったらやばいけどね、うん、こんなこと言ったの、やべえやつじゃん。いや本当に、いや俺キャリーちゃんね、嘘だと思うんだよね、こんなことを言うはずがないと思ってる。で、さらに、あと快活クラブでも違反トラブルがあったそうで、何？快活クラブでなんかやってはいけないルールをいろいろ破ったんだよね。タバコを吸っちゃいけない、タバコ吸ったりとかだったっけ？うん。喫煙だね。で、そういうので、祝電の嵐だったらしいですね、快活。それを身の危険というか、まあ、危機を察知したキャリーちゃんは、まあ、そのまま逃亡したと。トンとこと、逃亡したっていう話を、まあ、聞きました。それを、まあ、会あって、まあ、いろいろ交わりあって、その結果ね、まあ、ひよこんさんの枠で、まあ、大炎上したって形ですね。閲覧3000から4000人超え、もう本当にすごかったということです。キャリーちゃんも裏で枠やってたけど1000人ぐらいだったかな。さらに配信も禁止なんだ。じゃあちょっとキャリーちゃん電話してみますね。できる人と花屋キャリーちゃんによくしてたのにもう敵になっちゃったのね、これキャリーちゃん。昨日ね泣いてたよ、涙流してね、見てられないよね。差別発言もしてた？あ、寝てるかな？あ、キャリーちゃんおはよう。パルパルおはよう。キャリーちゃん相変わらず可愛い声してるね。好きだわ。ありがとう、パルパル。キャリーちゃん今どこにいるの？私ね、今トリスナーさんが家に泊めてくれてて。いや、優しいね、リスナーさんね。そう。まゆちゃん家じゃないね、でも。まゆちゃん家も泊まらせてもらってたんだけど、ペッパ今日ちょっとコラボの予定があって。あ、そうなんだ。もう。それって、今、キャリーちゃんは、ふわっちの中心です。台風の目だよね。台風の目？それキャリーちゃんなんで東京に来てるの、今。私ね、まあ、大阪の家出たじゃん。うんうん。それで、まあ、ね、借金返済のために、働きに、まあ、出稼ぎ行ったり、してて、それで、まあ、東京の方に今、出稼ぎ。そうなんだ。クビになったって聞いたよ。あ、そう、そこはね、まあ、クビになったんだけど、まあ、一応探してて、今も。なんか面接する前からもう電話が入って、なんか受けれなかったっていうのは本当なの？本当だね。いろいろと妨害があってかわいそうだよ、本当見てて。心が、じりじりするよ、じりじり。そう。辛いね今ね。いろいろね、邪魔されて辛いよ。まゆちゃんの目の前でさ泣いたじゃん、キャリーちゃん。俺もグッときたよあれ。キャリーちゃんいじめないであげてっていい子なんだって俺は知ってるからって。パルパルありがとう。ポーカーしながら聞いてた。聞いてくれてた。そういうのが悪いんだった。でね。キャリーちゃん、これ捏造かもしれない、聞きたいんだけど。いい？聞いちゃって。
大阪に荷物を預けている方がいるんだよね。そう。その女性に対して、LINE でね、うん、肥やしだろ？手のひら返しババアなんて、あさって業者に頼んどくわ。そんななら最初からすり寄ってくんな、記者行って送ったの？そんなこと言う子じゃないと俺は言ったんだけどさ。私もね、うん、まあちょっと、うん、正直でいいんだよ。うん、うん、いいんだよ。ま、うん、言っちゃった。なんか言っちゃった。あ、ばっか、すぐ感情的になっちゃうんだから。でもね、私から攻撃することはないからね。うん、あ、されたの？このリスナーさんから攻撃されて、うん、どんな攻撃されたの？なんかイキリストとか花屋さんに、うんうん、なんか私の荷物、あ、キャリー持つ扱ってるんですけどみたいな、うんうん、まず言って、うん、でなんかもう幻滅、キャリーちゃんに幻滅してるから、が、うん、まあ、手のひら返しされて。あ、そうなんだ。それで私の枠でもコメント欄で、うん、が、暴言言ってきたから、うん、暴言言ってきてからの、このラインで、うんうん、で、私もそれでちょっと口悪くは言っちゃった。まあまあね。うん、ああ、なるほどね。じゃあやられたがやり返しだけだ。そう。でもじゃあ荷物とかどうすんのこれ。荷物ね、一応、月曜日に、うん、業者の人に取りに行ってもらって、うん、東京の方で、うん、なんかトランクルームとか借りて、うん、ここにちょっと置いとこうかなって。あ、そうなの？そう、うん。キャリーちゃんさ、まあ、いろいろと大変だと思うけれど、うん。やっぱりね、人に対して暴言を吐くということはね、自分に返ってくる部分もあるから。そうだね。うん、だから、俺もね、暴言よく吐くんだけどさ、噛み締めるんだけど、もうね、ムカついたらね、ぐっと我慢しなきゃいけない時もあるんだよね、大人になると。まあそうだね、うん、だからケリーちゃん大人なんだからね、ぐっと我慢できる子だと思うし、でも今ケリーちゃんは今波に乗ってるから、今我慢しなくていいと思う。もう言いたいことややりたいこと全部言っちゃいな。もうどうせこっから好感度上がることないから、だったらもうとことんキャリーの本性見せていこうよ。バッチコイで、バッチコイで、バッチコイでいいんじゃない。だってもうキャリーちゃんここでいい人を振ったってさ、もう無理だよ。うん、取り戻せない。うん、だからもうとことんさ、まあ、クズじゃないけどさ、まあやりなよ。自分の正直な気持ちで突き進め、クズになると思うし。そう、私は私、そうだよ。キャリーはキャリーちゃん、キャリーちゃんらしく言ってほしい。うん。うん。だから、今日はなんか予定あるの？ちなみに。今日はね、うん、ちょっと一応まだ決まってはないんだけど、うん、面接を探して、うん、仕事の面接。ああ、そうだね。西日暮里とかいっぱいあるよ。キャリーちゃん系は。ああ、うん、そっちのあるね。いや、デッドボールとかじゃなくてね、西日暮里は風俗街だからいっぱいあるよ。あるよね。うん、リーズナブルだよ、しかも。確かに、うん。キャリーちゃんすごい俺はいいと思うんだけど、まあ、別に容姿とかも気にしないっていうのは聞いたことあるんだよね、西日暮里は。ほんと面接が緩いって聞いたことがある。だからいいと思うよ。なるほどね。うん、やっぱね、容姿ちょっと厳しいところはね。うん、そう、ちょっと、まあ、太っちょじゃん、正直、キャリーちゃんね。そう、太っちゃったから。顔は普通に可愛いと思うんだけど、太っちょだとね、ちょっとね。だから、
ぽっちゃり系って西っぽり多いんだよ。あ、そうっすか。そうそう、そっちがいいと思うけどね、俺は。そうだね。大久保公園で立ちんぼもありだけど、まあでも違法だからね、無理なんじゃないかな。立ちんぼはちょっと怖いな。企画でやってみる？立ちんぼご、立ちんぼ配信。いや、面白いと思うよ。企画なら面白い。うん。誰か撮影係置いてさ、キャリーちゃん立ちんぼさせたいね、ちょっと。で、声かけるかどうかっていうのね。確かに面白い。で、ホテルのとこまで行ってギリギリあたりで、やっぱやめますって言うんだよ。で、私は YouTuber ですとか言ってね、ネタバレしたら相手も逃げるから。うん。絶対いいと思う。それって、ファンにはならない。ならないよ、そんなの。だって。ああ、そっか。バンならあっちだよね。うん。うん。あ、なるの、バン。じゃあダメか。あ、そうなんだ。厳しいね。規制が。面白いこともできないな。面白いのにね、そういうんできたら。うん、まあでも、キャリーちゃん。この前コラボしたじゃん、うん、俺たち。うん。またコラボしようね。パルパル、またコラボしたい。うん。キャリーちゃんといると、なんか、本当に妹のように感じて癒されるんだよね。うん、嬉しい。私もね、パルパルね、癒されるんだよ、ね。本当に、キャリーちゃん。嬉しいな。うん、あの、キャリーちゃん、みんなとは喧嘩してるけど、うん、俺とは一回も喧嘩したことないでしょ？そうだね。めちゃくちゃ相性いいんだよ。そう、私も思う。うん、だから、パルパルいつでも連絡してきてね。ありがとう。うん。ケイちゃんありがとうね、じゃあ。パルパル活躍さんありがとうね。あ、あとなんか、快活クラブで違反行為しまくったって本当？あれね。うん、嘘？嘘っていうか、うん、違反って分からずに、うん、ああ、そっちか。勘違いしてたんだよね。バカ。でもちゃんとね、うん、あの快活クラブに謝って、うん、タバコはちょっとあのステイって勘違いしてましたっていうのと、うんうん、配信もしたらいけないっていうのを知らなくって、うんうん、で今だって言ったら、うん、まあ、次から、うん、こうタバコはまあ気をつけてくださいって、あ、言われたんだね。うん、別に出禁ですとかも言われては。そうなんだ。じゃあ、なんか逃げたっていう情報は嘘か？逃げたっていうのは、うん、なんか、あの、イキリストがネタにして、うん、なんか電話がいっぱい来たからって感じか。そうそう。それでキャリーを捕まったら、懸賞金みたいな。そんなことされて。怖いね、それは。怖くて、で、実際なんか、あの、和製ちゃんっていう。あ、いるね、和製ちゃん。うん。あの人に捕まえられて。ひどいことされなかった？なんか、キャリーバッグとか掴まれて。え？キャリーバッグね。うん。え、そう、私のキャリーバッグを掴んで、なんか、出ないようにされて。私のキャリーバッグを掴んだ。下ネタ系ではないね。違うよ。ああ、そう。キャリーバッグを取って、それどうしたの？うん。それでなんか私はもう、その、ワセちゃんに、快活クラブにそれ謝ったのが本当なら、うん、確認しに行こうとか言われて、うんうん、言われたけど、それで私、嫌だって言って、逃げたっていうか、うんうん、その理由は、なんか、ちゃんと、字枠で説明したかったから。あ、なるほどね。イキリストのネタにだけなりたくない。なるほどね。だから、みんなに、こう、ね、やられそうになってるわけだ。そう。うん、気をつけなきゃね。そうだね。うん。ケリちゃん、本当ごめんね、電話しちゃって。嬉しかったよ、パルパル、出せて。うん、キャリーちゃん頑張ってね、いろいろと応援してるね。ありがとう。うん、じゃあ、お疲れ、キャリーちゃん。
疲れ様。仕方頑張ってね。あ、うん、あ、人種差別もいい聞いちゃって。なんて言ったの？うん。いや、ちょっと花屋さんに。うん、なんて言ったの？いや、でも、それも私から攻撃したんじゃないんだけどね。うん、めっちゃ、おしディスされて。ああ、ディスられた後のやつなんだね。そう、ディスられた後に、ちょっと無意識に。なんて言ったの？ちなみに。朝鮮人みたい。なんか、まあ、私の顔ブサイクとかね、デブとか言ってきたから、いや、お前だってデブじゃんって。うん、私、顔も朝鮮人みたいとか。なるほどね。ちょっと、それは、ちょっと、まずかった。でも、言い過ぎだって反省してるんでしょ？それは反省してる。うん、その朝鮮人とかじゃなく、ブサイクとかそういうのだけ言えばよかった。そうだね。朝鮮人は嫌いなの、ちなみに。いや、嫌いとかじゃないんだけどね。でも朝鮮人って言ったでしょ、まあ、花屋さんが朝鮮人っぽい顔だなと思ったから。朝鮮人っぽい顔だと思って言ったの？でも悪口だと思って朝鮮人って言ったんでしょ？じゃあ朝鮮人のこと嫌いなんじゃないの？どうなの？今そういう思考はあるってこと？キャリーちゃん。どうだろうね。なんかあんま意識してなかったんだけど。別にさ、嫌いではないんだよね、人種的には。人種的に嫌いとかはない。ただ悪口としての言葉だと思ったから使っただけなんだ。そうだね。あんまね、なんて言うんだろう。まあ、人がさ、ガキが使いそうな言葉は使わない方がいいかもね。まあね、うん、ちょっと、そういう差別になっちゃうから。ダメだよ。気をつける。じゃ、ケリーちゃん、最後にさ、俺のことは、なんだと思ってる？ちなみに。正直。ウーパルは、正直な話、うん。正直に。正直言って。パルパルはね、私の、お兄ちゃんなんだけど、お兄ちゃんと思ってる。ちょっとモンゴルっぽい。モンゴルっぽい豚のお兄ちゃん。ありえないよね。モンゴルっぽい豚のお兄ちゃん？豚までつける？ねえ、モンゴル豚ちゃんじゃただの。モンゴルさんの豚じゃね？しかも兄さんつくだけ。だから、モンゴルさんの豚の名前が兄さん。やばいでしょ。ふざけんなよ、この野郎。やり、この野郎。やっぱそう思ってたんだね、これ。モンゴルさんの豚のね、名前がつく兄さん。やばすぎ。ただの豚じゃん。はい。っていうことですね。じゃあ次のニュースいきます。はい。大人気者でさ、すごくね、まあ、今話題中心になっているんで、花屋とかイキリストたちとか、また取り上げてね、やるんじゃないかな。今はもう、ケリーちゃん中心に回ってるんでね。はい、じゃあ次のニュースいきますかね。次が、新八丁くんです。うん。新八丁くんの裁判の日程が詳しく公開されました。花屋電話？いいでしょ、花屋電話は。電話いいよ、もう疲れたから。
こいな。何するかじゃあ。あの朝鮮人って言われたのって聞くの俺が。あ、じゃあどう聞こうかな。あれ聞くか。花や、なんでキャリーちゃんと半目になったのから聞くか。もしもし、あ、おはようございます。 あれ間違ってこれキャリーちゃん、え、何がですか。え、キャリーちゃんなの。あ、さっき電話した、間違ってこれキャリーじゃないこれ。あの、おはようございます。あ、花屋、びっくりした。いるの今、キャリーちゃんと一緒に。あ、いやいやいや、なんか今、憑依してました。あー、なるほど。それならいいんだけど。花屋さん、あの、今聞いたんですけどね、あの、僕、幼児をディスってるっていうか、あの、まあ、すごい簡単に言ったらね、サトスさんってお綺麗じゃないですか。あー、ありがとうございます。でね、今お店で働いてるんですけど、うん、キャリーが佐藤さんのお店で働けるかっていう話なんですよね。まあ無理じゃないですか。まあこれも 100% 受からないんですけど、まあ要は何が言いたいかっていうと、彼女の風俗で借金を返済するって言って、まあ仕事してるから、うんうん、まあ、その自分の、その力量をまず理解しろと。うん、あ、なるほど。ということで、サインさんに当たって言ったんです。で、まあ、昨日、案の定本人面接に行って落とされてるんですよね。あ、妨害で落とされたって聞いたけど、それは違うんだ。されてるんですよ。じゃあ嘘ついてんだ。うん。いや、でね、まあ、その本人、その自覚してるか分かんないですけど、うん、まあ、風俗ってなったら重要なんで、年齢、顔面、おっぱい、体型。ああ、そうなんだね。うん。あの、この4つで、まあ、その、働ける店とかあるんですけど、うん、まあ、本人理解してないから、うん、面接行って絶対働けるもんやっていう頭にもおるからね。うん、いやいや、それは違うよっていうので、ちゃんと現実を理解しないと、うん、その行動取れないから。で、ずっと言ってたんですよね。うん。うん、別に、あいつの様子なんか興味ないし。その、俺気になるのがさ、花屋とイキリストって、ほら、結構、ケレちゃんよくしてたじゃん。はいはい、けど、なんか半目状態になってるから、はい、なんでこうなっちゃったのかなと思って。いや、僕ね、もともと、あいつに対してね、あの、言うたら店長さんに返してグループラインがあったんですけど、はいはい。僕と店長さんとキャリーが入ってる。うん、で、その、で、初めは連絡結構細かくしてたんですけど、雑になってたから、僕、配信じゃなくて本人に電話して言ったんですよ。うん。あの、連絡もっときっちりし合ってて、わかりましたとか言うて。うん、でもまあ、それでもまた雑だったんですよね。うん、うん。で、僕配信やってる時にキャリーがね、旅行に行くとか遊びに行くっていうのハト来てたんですけど、別に本人ちゃんと返しとかいいやんかって言ってたんですけどね。擁護してたんだ。うん。言ってたんですけど、あいつがひよこんのこと好きとか言い出して、土地狂って、うん。で、もう明らかに仕事っていうのに身が入ってなくて。あら。で、僕ひよこんのこと叩いてたこともあったからね、うん、その前説明してたんですよ。で、別に付き合うと勝手に付き合っていいし、うん、ただあともう1ヶ月ぐらい頑張ったら終わんねんから、それ終わらせたらええやん言うたんすよ。ああ、アドバイスしてあげたんだね。そうなんですよ。でも、あいつ全くやらんと。で、ひよこんうんぬんってなった時に、仕事行けなくなって、で、その仕事行けなくなったのが、イキリスが電話した際とか言い出して、人のせいにしだしたんですよ。他人のせいにしたんだね。あら。そうなんですよ。うん、まあ、で、その話の流れで、なんかその朝鮮人やなんやかんやみたいな。でなんか俺がね、容姿をディスったからうんぬんとか言ってたんですけど、うん、だ僕はそのお店的な部分で、そのまあブサイクブサイクじゃないみたいなって美観にもよるじゃないですか。うーん、確かに。あの、あともう一つ言うけど、私この人のことをその一定として見たことないから、そもそもその当時からね、はいはいはい、僕として見てるわけやから、うん、その別に男とか女とかいう垣根で見てないから、ね、だから全く興味ないし。キャリーちゃん勘違いしちゃってるってこと？いや別に何でもいいんですけど、なんかその断るごとに容姿に結びつけるから、僕がね、この着てる服あるじゃないですか、俺ジャイアントパンツの略なんか言ったら、私の容姿のことディスらないでくださいとかってわけのわからんこと言い出したり、自分でなんかその持ってるから、うん、なんかその全部その被害者みたいな、いやいや、そのお前の容姿のこと言ってた、何なのその着てる服、ジャイアントパンツっていうことなの、私の容姿のこととかって意味わからんこと言い出して。ああ、なるほどね。いや、でね、パルパルさん、うん、これ、こいつね、そのリスナーさんにも荷物ずっと6月から置いてもらってるんですよね。はいはい、で、こいつ、それをね、さっき LINE 出してたじゃないですか。
これも舐めてるし、でこいつ月曜日までにね業者に頼んで荷物を引き上げに行くって言ってたんですけど、うん、まあ無理やったら処分するって言ったんですよ、うん、で俺がもうそのリスナーさんにも迷惑、俺取りに行って俺処分すると、で処分するのに金かかるからお前それ請求するなって言ったんですよ、うん、リベルティしてくれませんとか言って、うん、こいつもう意味わからへんから言ってることね。ああ、だからキャリーちゃんはちょっと今頭が回ってないのかな。いや、しかもね、こいつ、その2万円も直引きしてるし、で、ね、僕ね、今日、これまとめたんですよ、メモに。はい。一回、こいつの出来事。うんうんうん、じゃあ、もう、すごいね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15項目ぐらいあって、こいつ。24時間放送やろうと思えば、できる感じぐらいの。できるかもわかんないですね。それぐらいの、なんか、悪事じゃないけど、ダメな部分が出たってことだね。まあ、大阪だけでね、その大阪以前は知らないんですけど、大阪編だけで、そうです、15項目ぐらい。ああ、ちなみにね、パルオさん、これね、うん、僕月曜日とか木曜日との弁護士に会うからお金払ってこいつにその異議申し立てみたいなできんねやったら弁護士のさんに相談して、うん、でこいつがアカウントどうにもなれへんねやったら、あの上に言います。え、アカウントどうにかしようとしてんの今、花屋でまず舐めてるから、これフワッチをバンさせるってこと。そうです。で、あの、どうにもなれんかったら、あ、お金払ってでもします。もうそれぐらいちょっとこいつは何とかしようと思ってるわけだ。あ、思ってますね、舐めてるんで。へ、いや、脅迫じゃないですけど、別にやらへんかったら脅迫になるけど、いや、そこまでする意図あるね、うん、ある。やっぱ、あのね、どこら辺一番鬱陶しいなと思ったのはどこら辺なの。あの、まあ、鬱陶しいなって思ったっていうか、昨日僕の枠で1000で、こいつの枠で2000で、ひよこなど、まあ、4000人ぐらいが聞いたんですよね。で、僕って国籍は日本なんですけど、母親と父親が韓国人なんですよ。ああ、なるほどね。では僕、詰めないんですけど、4000人持ったら、その中にね、うん、私みたいな境遇の人、ね、例えば、詰めのある韓国人の方、席がね、そういう方も聞いてるわけなんですよ。で、その、韓国人っていう言葉って、すごいセンシティブな内容で、まあ、すごい不快に思う方もいてるし、ムカつく方もいてるし、だそういうことを全く何も考えてないんですよ。なるほどね。そうなんですよ。いや、でね、このコメントなんで、うん、あの、合ってるとかってバカ言ってるんですけど、そもそも、あの、これね、あの、頭悪いから言うんですけどね、このバカ。うん、あの、人間っていうのは、その国籍や人種によっての能力の差っていうのはなくて、うん、基本的に全部統一されてるものなんですよ。うん、ね、なんてホモサピエンスかな、はい、だからその人種による優劣であったりそういうものって一切ないんですよ。その科学的にも証明されてて、うん、そうだね。だからそのなんか朝鮮人だっていうのもおかしな話だよね。だからいや、そうですね。で、まあ、明らかにこう昨日も言ってましたけど、差別だと思って発言してるからね。うん、完全にそうだね、それは。まあ、そういうことです。パルオさん、いつもありがとうございます。いや、そんな、なんかどういうことですか、いつもありがとうございますって。いつもね、なんかことあるごとにあの電話していただいて、いやいやいや、それは全然全然、いや、今日本当するつもりなかったけど、はいはい、でもまあ花屋でみんな電話してっていうのがリスナーさんのおかげだね、これだから。あ、そうなんです。ありがとうございますね。まともな方、ね、まともな方もいっぱいいてますけど、意味わからんやつもいっぱいいてますんでね、これね。まあ、まあね、ちょっと多い、すいません、そういうの多くて、はい、あ、すいません、ごめんなさい。いや、でも本当花屋ね、まあいろいろあると思うけど、はい、頑張ってね。あ、ありがとうございます。今日もやるんですか。あ、やります、後で。あの、はい、そうだろ、一緒にポーカー行かないかい。いや、行きたいんですけどね、ちょっと仕事があるんで。あ、そっか。あ、すいません、いつも誘ってもらってるのに。買ってください、今日ポーカー。ありがとう。はい、またよろしくだね。うん、はい、はい、はい、お疲れ様です。無限の彼方へ行ってこい。笑ってこらえてやるんだ。だって、ありがとうございます。だからね、差別は良くないね。なんでキャリーちゃん差別しちゃったんだろうね、これね。しっぽにありがとう。そもそもさ、もう日本で生まれたら日本人だし、その血が通るとか言ってるやつはちょっと古いね、考え方が。そもそもさ、我々日本人さ、どこかしらどっかの血になってると思うよ、外国の。ね、そのまあ、よくさ、純日本人とか言うわけのわかんない言い方する人いるじゃん。ねえ。そういう方もやめてあげてほしいね。
うん、もう日本で、まあ日本人でしょ、普通に。俺だってさ、本当に、マジな話していい？俺目、瞳がおかしいんだよね。茶色なんだよ。日本人って黒目じゃん。茶色だから、多分スペインとか、アメリカとか、そっち系入ってんじゃないかな。ねえ。スペイン系じゃない？とりあえず俺は差別はしないね、うん、差別してるやつはガキですね、はい、でキャリーちゃんとしゃべりに絵描いてたこれね、じゃあ次のニュースいきますか、はい、次が深夜直くんですね、うん、まあいいよ電話はもう疲れるから、じゃあ行きます、深夜直としてありがとうレミウツ、内容としてはこんな感じだね、東京地方裁判所で刑事課第4部令和6年9月17日午後3時45分、東京地方裁判所一番交付所、威力業務妨害令和6年刑は第1524号ということです。はい、なので、八千代くんの有罪か無罪かっていう判決がね、17日の3時45分に行われますね。ですが、正確には、3時45分まで集合場所に来られた方を対象に抽選を行いますということで、実際あの裁判の、改定が始まるのは4時15分ということです、まあ、要するに見に行きたい人は3時45分すぐ話だけでも聞きたい人は、まあ、4時15分に集まればいいって感じかな、うん、まあ行きたい方はね、行きたくない、あ、そうなんだ、うん、何かつくな、まあ実刑とかあんじゃないってことですね、すいませんリスナーさん、3時間やるって言ったんですけど、ちょっと体力の限界なんでちょっと時間パパってやります、すいません疲れちゃったんでごめんなさい、はい、パパってやりますね、エンターテイナー折原くん、ポケ仮面の家を特定、タワマンだったということが判明しました、怖いね、どうして特定しちゃうんだろうね、くるちゃん、イメちゃん、これね、イメチェンしました、くるちゃん、ふわち監視員さんから、あら可愛くなっちゃって、失恋でもしたのかな、ロングの方が可愛かったけどね、でもねショートだとなんかおばちゃんが増すね、うん、クレちゃんも29とか28だからね、なんやか29か30かおばちゃんか増すね、なんかね、キャリーちゃんじゃない、クレちゃんは、ちょっと今病んでるそうだね、どうだっけ、くるちゃん、配信が嫌で嫌で仕方ない、おじさんに関われるのが気持ち悪い、最低なこと言ってるのは分かっている、やみすぎて頭おかしいのさってことで、おじさんが気持ち悪すぎて配信が嫌になったそうです、あ、そう、年上好きだから好きだと思ってたけれど嫌だらしいね、な、うん、まあまあね、おじさんのことを言わないであげてくださいね、俺はね、おばちゃん、おばさん、お姉ちゃん、おじさん、お父さん何でも好きなんでね、来てください、
で、次が、犬さんって方ですね。うん、犬ちゃんさん。ゆっこさんに10万貸して、帰ってこない模様。ゆっこさんに10万貸してお金が返ってきてないそうです。ゆっこさんお金15万返してあげて、うん、なんで返さないの、返してあげてよ、この泥棒、お金借りて返さないって泥棒だよ。じゃあ本タイトルいきます。はい、とある配信者が無申告でした。その人の名前はなんと、なん、あー、 AF ちゃんです。 AF ことミキちゃんですね。ミキが昨日ね、税務調査入っていろいろと調査し調べ終わったそうです。はい、内容は、41年間無申告でした。その結果5年間の、申告を、ペナルティとして食らったそうですね。はい、まあ、いくらかっていうと500万から1000万の間の、無申告、あと母子手当の返還など、求められたそうです。で、Fちゃんにさらに近藤組長の名前が上がったそう で他の配信者の名前も上がったと。はい、そこで、まあ芋式に釣られるんじゃないかっていうふうに連絡が来た。でミキは全然稼いでないのにこうやって来たからお前らも来るよっていうふうに脅してましたね。だから申告していない仮想配信者も来ます。 F ちゃんに釣るのは150人とか100人だからね、過疎ではないんだけれど、まあ、でも少ない。100人切るときもあるしね。ちょっとミキに電話するわ。うん。あ、ミキ大丈夫？あ、ミキ大丈夫じゃないわ。税金やられすぎて声もやられてるわ。じゃあ、口の中でもごもごしてる。大丈夫？大丈夫、口の中飲むわ。めっちゃ寝起きだ。寝起き、あ、寝てた、もしかして。ごめん、残しちゃって。おしっこしてた。おしっこしてたの？おしっこしながらパルパル見てた。おしっこしながらパルパル見てた？うん、自分の話されてた。やめて、エッチな話は。よかった。ね。今だったら知ってれるよ。もう元気だ。何言ってるか分かんないけど、ミキね、税務調査入ったって本当？税務調査7月に入ってたんだよね。もうああ、もう2ヶ月前だじゃあ。うん。で家帰ったらいきなし封筒が入ってて。あ、それで金額決定したんだね。金額決定した。あ、これ末期でだっていう感じ？いや、そんなことないよ。負けでやってない。負けでやってないよ。負けでやってない。負けでやらなきゃない。本タイトルだぜ。これでこっから3時間やるよ。じゃあ、そうだから、そうそう、2ヶ月前に入って、うん、で、ちょうど昨日、おととい、金額が決定したから、2ヶ月間、調査は難航していて、うんうん、結構、泳がされてたかなって。おいくらなんです？それもさ、そんなことよりも入ったところが意外なんだよ。え、どういうこと？まずさ、どっから、税務調査の人は。で、ミキはさ、41年間無申告だったんでしょ？ 41 年間無申告だけど、ネット配信始めてからは、うん、もう無申告なの。うん。ネット配信始めてから無申告なんだけど、うんうん、とりあえずさ、どっから入ったか気になるじゃん。うん。よくさ、通報だとかさ、うん、それとか、なんか何密告とか垂れ込みとか言うじゃん。あ、ミキ41ね。うん。どっから入ったんですかって聞いたの。うん。そしたら、ね、もいさんって言った。ツイキャスからなの？ツイキャスからなの。ふわっちじゃなくて？マジマジマジ。あれだ！ツイキャスって、なんやかんや、税金取るんだよ。
そうそう、で、支払い調書。やられたんだね、それで。で、去年、